チャンネルアラー。はい、どうも、チャンネルアラーです。来ました、チャンネルアラー。武藤選手に続き、今回は DDT の初の、このハルツ川崎に来ましたよ。そうです。今日、松田さん。DDT。正月ぶりですよね。そうですよね、そうですよね。松田さん、僕のいろいろデザインをしてもらった担当でね。そんで、松田さん、勝俣選手のデザインを。そうですね。やってるっていう、これすごいじゃないですか。いや。何回かやらせていただいてるんですよ、ね。やらせていただいてる。ということで、今回もね、サウナでも、ハブアグッドサウナでね。そうですね。一緒の勝俣選手も応援に来ています。今日どうですかね。いや、もう今はね、ベルトもこだわって取りましたからね。もうサウナで撮りましたもんね。ノリノリですからね。今回飯野選手がね復活するんで、飯野選手と日野さんがちょっとバチバチになる。その合間に我らの勝俣選手がどこまでいい感じにアピールしながら食い込んでくるのか。ずる賢いですからね。ずる賢いですか。最高なんですけどね。サウナでの勝俣選手もねずる賢いですからね。勝俣メンバーが。来た。ジートピアのね、3段目で耳やけどしちゃうんで、サウナの勝俣選手ね。ということなんで、じゃあ、応援いきたいと思います。勝俣選手、頑張ってください。頑張って。ありがとうございます。あれ一人増えてますけど、はい、このまま初参戦。初参戦。僕の12月年末の、はい、僕が主演で出させていただいたジョアの演出家の大武恭平さんです。大武恭平です。しれっとしれっと大武さんあれですよね、勝俣選手と一回舞台で、そうそう、舞台で共演して、上野さんとかも共演して、あ、上野さん、あ、そうそうそう、いっぱいいた孫さんとか、あ、そうなんですね。その時にお兄ちゃん役でしたっけ。そうです、島さんのお兄ちゃん役。兄弟、弟。初めて見たけど超良かった。あ、初めてでした。やばいっす、あれ。なんかもう どうでした。いや、もう入り乱れて、はい、ね、あんなとこまで使うのとか、あんなものまで使うのみたいな、ね、だって、脚立で、脚立やばかった。脚立の時の本当に引いた、3人とも引いたんですよ。怖いです。あ、結構引きましたもんね。そうそうそう。大日本で今やってるんで、デスマッチとかやってるんですよ。いや、あれ投げられるとしたら新馬さんだなって。お二人早かったっすもんね。えみたいな。そうなんですよ。俺分かんなくて、分かんなくて、初めて走るのかと思ったんですよ。ハシゴみたいにして、マリオ的な。そう、確かに確かに、普通に引きましたもんな。確かに、バーンってなった時に、そう、バーンってなって、しかもちょっとずれてなんか落ちちゃったんで、そう、ちょっと角っこじゃない。大丈夫かなと思ったんですけど、とりあえず、まあでもそんな感じでした。大丈夫でした。いや、しかもシャツ超似てて、その4人のチームの。あ、シャツって何ですか。あ、これです。これです。あ、落ちちゃった。そう、これが、見てください、これ。かわいい。これ。ちょっとずれて、なんか落ちちゃったんで。そう。ちょっと角っこじゃない。大丈夫かなと思ったんですけど。とりあえず、まあでもそんな感じでした。大丈夫でした。いや、しかもシャツ超似てて、その4人のチームの。あ、シャツって何ですか。これです。あ、落ちちゃった。そう、ナス君がデザインした4人とも超似てる。オールアウトの、そうですね、アキトさんと竹下さんと飯野さんと島さん。これマス君が手掛けでやったって言ってるんで、
超やばいんすよね。これ手書きじゃないと思った俺。え、手書きなんすかこれ。手書きで書いたのをパソコンに落とし込んで。かわいい、ね、それとそれとね、熱パワーですね。今日のサウナとか部がね、最後みんな来てたと思うんですけど、熱パワーいつもあれやっぱ興奮も人一倍じゃないですか。いや本当なんか手に汗をより握るというか。そうそうそう。で手に汗握りすぎて声出しちゃいけないのにもかかわらず声が出ちゃって怒られてますからね。俺すげえ初めてで大丈夫大丈夫これえどうなのどうなのっつったら前のおじさんにすいませんちょっと静かに触っていいですか。今ダメですか。いや声出しちゃう。ゼロで僕が悪い。その人も。終わった後休憩中に謝ってきました。超優しかった。いやいやもうなんかごめんねとか言って、うん、いやそういうのじゃないか今はちょっとみたいな。いやおさんとしてなんかそれが、うん、なんかマナーもすごくいいなって。そうあったかかったお客さん。ファンっていうのはそんな感じなのかな。じゃよかったですね。もうラストやっぱ秋山さんが撮ったのが俺もうその武藤さんもそうなんですけど秋山さんが僕あの中学の時から見てたんですよ。ああそっか。でももうすぐらいか。そうですね。そうもう20年以上見てるってことですか。そう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 。その時の技とかがやっぱ分かってるんで、あっつってもう声出せないんでブツブツ、あリストクラッチか。そうそう。リストクラッチ隣で。俺の隣でめっちゃ聞こえるから技ね。やばい返すか。しかも俺の隣で原さん言ってるし、俺の目の前でおじさんも同じ技言ってるんですよ。俺サラウンドで聞こえてもっとマニアックなポイントですか。おじさんの前のあの携帯のスマホケースが、バーニングだった。いやわかんねえ。バーニングっていうのは最後にあの立ち合い人で小橋さんが来たじゃないですか。立ち合い人で小橋さんと秋山さんがもともと僕が中学の時のチームだった2人組のチームがバーニングだった。あそうなんだ。なるほど。前のおじさんはバーニング世代から、だから秋山さん応援してたなと思って。めっちゃ応援してましたよ。そうです本当に。だからもうダメかとか言ってすごい言ってましたよ。俺さんざん注意したのに。そうもうダメかとか言ってすげえ実況してました。やっぱね熱が入っちゃうでしょ。いやでもよかった。俺もまんまとこう飲まれて。いやよかったです。でも初めてだから生で見るとやばいっすよ。そうですね、うん、あの音がやっぱ今声出していけない分、うん、そのあリンクの音とか生バーンっていう体に当たる音があれがやばいっすね。そうっすよね、うん、この間のジョアの舞台の時も、はい、あのやっぱ人数制限して声も出せない状態じゃないですか、うん、だからあのこの舞台に立ってる側の気持ちも分かるじゃないですか。いやめっちゃ分かるっすね。だから声が来てないとこっちも高まらないし、いつもとは違う感じになるんですよね。そうそう。だから逆に緊張もしてるじゃないですか、うん、だからこういう踏まえた目で見れたんですよ。いやそうっすね。そうっすね。最後の本当小林さんと秋山さんが2人で写真撮ってベルト持ってて、あの渡し合った時、はい、あれ本当昔からの人だったらもう本当やばいですよ。あのあの2人が DDT のこのリングでメインで立って2人でベルト持って喋ってる絵面がやばいんです。へえ。やっぱうちらからしたらなるほど歴史があるんです。歴史がある。歴史を知った上で見るとまたもその中で今 DDT のメインでこの2人が来ててこうやってやってんだっていうのにもうちょっと感動したんで。はあなるほど。こういうのを熱い感じでどんどん伝えていきたいんですけどあんま需要ないんです。あんま求めてくれてないですけど、でもこれ見てくれてる人たちにはこれ伝えたいって。確かに熱くなって僕初めてでしたけど、はいはい、なんかもうもっと語りたいなと思いました今日この後。あのそうなんですよ。近く座った人とかも含めてもうみんなで分かる。それでだんだん流れてくるんですよみんな居酒屋とか。そうっすよね。でもやっぱり今だけだけど。そうなんですよね。ここまでがワンセットなんですよ。なるほど。これ多分ねみんな分かると思うんですよねプロレスマニアの人は。でもそういうことなんですよね。だからまあはい、あ、すいません、大丈夫です。ごめんなさい、間違えました。すいません。ちょっとね、ちょっと。大丈夫。これ、インターホンが横にあったので、気づかない。興奮して、かなり押さえました。じゃあ、あの、早く帰りましょう。じゃあ、熱パワーで。熱パワーで。熱パワーで。せーの、熱パワー